おはようございます。ハム王国のヒロです。今日は、ロミくんのお家が、ちょっと、前掃除してから3週間経ちましたので、今日は掃除していきたいと思います。で、今なぜかロミくんが起きてて、ちょっと横で寝てるんですけど、なぜか違うところで丸くなって寝てます。あそこが家になってるようですね。でまずはロミくんを移動させていきたいと思います。今7時48分ですね。よいしょ。ロミくんちょっと寝てるとこごめんね。おしっこしたね。おしっこしてますね。おしっこは置いておきます。で、ロミくんは砂場でちょっと寝てるんだけど、遊んでたね。よいしょ。ロミくんです。寝てる間は耳がペタンとしても警戒が完全に解けてます。これが寝てる時のオスハムの状態ですね。寝起きですね。はい。で、まずこの入れ物をちょっと高いところにあるんで下に下ろします。はい、下ろしました。で、うちのルーミーなんですけど、まあ、こんな感じで上が網になってます。で、ここ高さがあるものがあるとロミくんが登っちゃうんで、こうやってアクリル板をつけてるんですけどまあちょっと見た目はこんななんですけど、もうパイオランの養生テープでこんな感じでつけております。これはもうつけたまま取り外しちゃいますね。あ、水だけまず取っちゃいますね。はい、これも取ります。でもう、まあ、全部洗った方がいいんでしょうけど、僕はこの蓋の部分をもうこれはいつもアルコールで全部拭いて終わりにしてます。上の部分ですね。で、下の部分だけ、まあ、足車もちょっとこの鉄の部分とかあるんで、もうここだけアルコールで拭いて終わりにします。あとこれ冷却ですね。冷却シート、アルミのシートですね。で、これが今餌入れになってますね。まあ、野菜とかひまわりの種は全部きれいに食べるんですけど野菜とかを残してますね。まあ、今日は捨てちゃいましょう。で、この中がどうなってるか、これはトンネルですね。爪研ぎとちょっとひんやりするトンネル。だいぶうんちがすごいですね。木の棒、これも次の新しくした家に入れてあげます。あ、木の棒あった。一応ちょっとお家の中がどうなってるか、生野菜とかないか、餌どうなってるかとかちょっと見てあげます。あんまり餌蓄えてないですね、ロミくんは。まあ、ちょっと餌減ってなかったらあんまあげてないんで、もしかしたらそれでなかったのかもしれない。まあ、特に変わったところはないですね。うんちがまあそこら中に散らばってるかなって感じです。今日はこんな紙袋があるんで、これにバーッと開けちゃいます。ちょうどこう斜めにこう入れれば入りそうなんで、うまいこと入れてあげます。
ちょっと待って、結構こぼれてる、まあ、こぼれたのちりとりで取ります。結構この何かの細かい粉が床台結構うちのやつ細かい、後でちょっとどんなのか見せますけど、買ってるの粉が細かいんで、皆さんマスクとかやって掃除した方がいいかもしれないですね。ちょっと床にこぼしちゃいました。まあ、こんなこともあろうかと、こういうね、100均のちりとり、これでも完璧です。あのうちは小さい掃除機もあるんですけど、あれがめちゃくちゃ役立ちます。こんなんで、はいはい、 OK です。これはゴミ袋に入れておきます。餌もちょっと、まあ、こんな感じなんで、もう今日は捨てちゃいます。はい、でこれも洗います。これも洗います。洗います。水もこれも、これは毎日洗ってるんですけど、洗います。お湯で今日は洗っていきます。ですごい便利だなって思ったのが、この充電式の掃除機ですね、ハンディ。いろんな口のタイプがあっていいですね。こんな感じです。じゃあちょっと洗いに行きたいと思います。で、掃除してる間、ロミ君、まあ、いつも少し遊び場で、ちょっとごめんね、待機させてます。広いからそんな嫌じゃないだろう。ちょっとごめんね、起こしちゃったさ。でハムスターってすごい掃除されるのがなんかめちゃくちゃもうストレスらしいんで、まあなんかやっぱ自分の家が大崩壊してるわけじゃないですか、もう最悪な気持ちらしいんで、でそのなんかストレスが寿命を縮めたりとかするらしいので、できればあんまり掃除はしない方がいいみたいなんですけども、掃除しないままにしちゃうと今度、ね、その病気とかに、腐ったものとかそういうので病気とかになっちゃうかもしれないんで、掃除は雑菌とかも増えるし、ダニも増えたりするかもしれないし、掃除はしてあげた方がいいと思います。この子たちのためにもね、だそのバランスですよね、いつどのくらいでするかで、この子たちになるべくストレスを与えないようにするっていう、なんか部屋を暗くしたりゴム手をつけて、あの嫌われないようにしたりとか、いろいろ方法あるらしいんですけど、とりあえずあんまり気にしないで、まあ、こんな感じで掃除しちゃってますね最近は。でちょっと洗ってきます。はい、シャワー室ですね、まあ、お風呂です。でちょっとこう、あの風呂狭くて挟まっちゃうので、ちょっと斜めにします。で結構こう、お湯出します。お湯で洗います。まあ高温消毒ですね。結構今みたいにたわんだままやるとプラスチックで壊れそうなので、お湯結構入れたままこう片方だけ力を入れて持ち上げようとすると危ないと思います。バキバキって多分いっちゃうんで、それは気をつけてください。こんな感じで洗い流してやります。
このままだと熱いから水にして、ちょっとね、まだ全然取り切れてないんで、こすってあげて、こう、へばりついてるんで、結構こう、こすってあげてください。これなんかすごいうんちとかもこうやってこう粘りついてるんで、アルミシートなんか、はいはい、水入れ流して、へばりついてた、どうしたとこがね、へばりついてたから、こんな感じで、もうあんまりたわしとかも使わないで、洗剤とかも使わないで、うちはもう流してこれで終わりにしてます。はい、こんな感じですね。はい、であとは、まあ、タオルで拭いてもうすぐ戻してあげます。まあ、こんな感じです。はい、で今、下の床の部分を洗って戻ってきました。でこういうアルコールのハンドジェル、これでこの回し車とかはこうやって拭いてあげてます。まあゴールデンの種類はおトイレ覚えるので、ジャンガリアンとかロボルフ、まあ、ロボルフか、特に小さいハムスターはおトイレ覚えないで、回し車回しながらトイレしちゃったりもするらしいので大変なんですけど、うちの子たちはちゃんとトイレ覚えてそこでやるので、そんなに苦労はしないですね。おトイレも、はい、掃除してきたので、ちょっと拭いてあげます。ね、やっぱ水濡れたままでやると雑菌も増えちゃうでしょうから、しっかり拭いてあげます。はい、こんな感じですね。で床材はこの天然消臭ダニ除けマット、これなんかすごいミントの香りして、まあ、ハムスターはどうかわかんないけど、人間的にはいい匂いだなって感じで、僕はこういっぱい買って使ってます。後でリンク貼ってきます。これはちょっと前買ったんですけど、ちょっと粗めの床材ですね。これは匂いとかはないですね。ちょっと混ぜて今日は使いたいと思います。で、あと、はい、上の部分ですね、これちょっとアルコールで拭いていきたいと思います。よいしょ、ちょっと中をね、特に、じゃあ次は全部一通り拭きましたので、床材ですね、床材を敷いていきます。タオルで拭いたのを取って、まあ、こんなビリビリって破けば、まあ一袋でいいと思うんですけど、ちょっと匂いを少しつけて、まあ、気持ちいい感じに今日はしていきたいと思います。ちょっとだけ入れようかな、まあこのぐらい、気持ちちょっと混ぜたい、なんかこうなんか色合いも少しあってすごいいいですね、見た目が。この床材はちょっとだけ入れてあげます。
今回はだいぶちょっと今回床で多めにしてあげました。で忘れちゃいけないのがハムちゃんがね、このままだと嫌がるから前の家の床材を少し入れてあげるとか。ちょっと今回うんこがすごくてね、うんこも一緒に入っちゃうの嫌だな。ちょっとどこかしてあげる。前のハムスターって嗅覚が鋭いんでね、前の家の床材もこうやって入れてあげますね。これでハムちゃんがね、あ、前の僕の家と同じとこかな、ちょっと安心できるようにしてあげた方がいいと思います。よいしょ、こんな感じ。で今度はレイアウトしていきますね。はい、まず回し車真ん中ドンで、こっちに水だから、はい、かじりき入れてあげて、でおトイレですね。今これ使ってます。固まらないっすわ。固まらないので、じゃあ、あのおしっこするでも色は変わるので、はい、この色が変わった部分が取るか、もう丸ごと取っちゃうようにしてますね。でこう隠れ家とか入れてあげたんですけど全然使わないので、なんか避けてその後ろに床材さっきみたいに乗せて家とか作っちゃうんで、もう入れないし君には。よいしょ。でお砂場とかも入れてたんですけど、なんかそこでおしっことかしちゃうんで、もう砂場も入れてあげないです。もりもり野菜ハンバーグ上げて、これでご機嫌を取る。ご機嫌を取るの後、彼の家にだからそう蓄えててご飯がないので、きっと彼はすごいストレスと不安を感じるでしょうから、餌は十分に、はい、入れてあげますね。今これ使ってますね。プレミアムフード。これペレットですね。あとは、はい、バランスフード。まあほとんどひまわりの種ばっか食べますけど、こんな感じで、はい、入れてあげます。もういいかな、これで完成かな。はい、じゃあ蓋をします。よいしょ。はい、しっかり外れないように蓋をしてください。で、水飲み場と、あと、まあこのひんやりアルミのシート入れてあげます。こんな感じです。のめくんは今ラテちゃん、あ、ラテちゃん、ラテちゃんの部屋の上にお部屋を設置してあるので、のめくんお家に帰りましょう。ちょっと出たかったね、出たい時間。お友達が倒れてる。
場で耳起きたね。毛並みツヤツヤになりましたね。よいしょ。ちっちゃいな、ジリスとかと比べて。メスと比べてちっちゃい。と新しいお家になっちゃったけど、ゴールデンは本当人懐っこいからいいですよね。もう全然こんななんか嫌がってね、自分の手をもう噛んだりもしないので、この子はもう家来て150日ぐらい、5ヶ月ぐらいになるのか、もうちょっと半年になるのか、男の子ですね。まあ、こうやって新しい、まあ、もう自分の新しい家みたいになっちゃうんで、あと何これっていう感じで探索したりしますんで、まあ、そのうちまたどっか家決めて、多分水場の下とかになると思うけど、巣を作ると思います。まあ、こんな感じで、まあ、3週間から1ヶ月に1回大掃除をハムスターの家はやってますね。またハムスターに関する情報や面白い動画、投稿していきたいと思いますので、よければチャンネル登録、ご登録、あ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。